らっしゃい。何にしましょう。今日はピーマンと八宝菜がお買い得だよ。なんだ、めぐみちゃんのファンかい。なーに、照れなくてもいい。ちなみに私がファンクラブ会長だ。会員証も持ってる。しかし今日はめぐみちゃん姿見せないね。最近毎日ちゃんと来てたのに、なんかあったのかね。会長としては心配なんだけど。はい、いらっしゃい。トマトと椎茸、はい、喜んで。トマト菜も安くなってるよ。何を。いないからって入浴中だってのにのこのこ入ってくる。さすが変態ね。あんたの言うことなんて信用できないね。あれは風の妖精の仕業だって言ってんべ。ヨシンバは風の妖精じゃなかったとしても、
とっくに時効よ。何よ、あんたがあんなブス連れて鼻の下伸ばしてるのが悪いんでしょ。私の容姿をけなしてくれたわね。何よ、人の裸見たくせに。うるさい、エッチスケベ変態痴漢金虫テロリー。私の嫌いなものよ、文句あるわけ。それは私のセリフよ。やるわね。私に勝とうなんて10年早いわよ。さあ、どこを狙ってほしい？腹、足、腕、それとも頭？選びなさい。なかなかやるようだけど、まだまだね。二度と私に逆らえないように教育してあげるわ。何じっと見てんのよ。
何よ。いいわよ。ちょっと行ってみただけだよ。本気にすんなバカ。じゃあね。
生活を送ってほしいのにな。遊びに来たのよ。ご挨拶ね。いいじゃん別に。あたしとあんたの仲じゃない。固いこと言わないでよ。ほらウーロン茶あげる。いらないなら捨てるよ。ありがたく思いなさいね。さっき灰が入ったからいらないんだけどね。汚いな。何入ってんの？男が細かいこと気にすんな。ところでお風呂借りに来たんだけど。そう、この前の一件で私のお風呂燃えちゃったでしょ。だから借りに来たの。ケチくさいな。今日日銭湯だって安くないのよ。ケチケチしないで貸してよ。よかった。ありがとう。さてと。台所はこっちか。違うわよ。そのお礼になんか作ってあげようと思って。何よ。何よ、気に入らないな。それ以上言ったら何もしない。じゃあちょっと待ってて。